今回はアーガイル柄のデザインを作っていきたいと思います。まっすぐ綺麗に柄が描けるやり方です。ではどうぞ。地爪に塗るときはベースを塗った状態から始めていきます。まずはじめに白色のジェルで深めのフレンチを作っていきます。こちらは二度塗りしていきます。では柄を描いていきます。色は2色使います。まず薄い方の色を使って下書きの線を描いていきます。線を描くときに中心を作ると描きやすいです。ではこちらの枠の中に薄い方の色のジェルを塗っていきます。ではこちらを硬化していきます。では次に反対側の枠にはみ出さないように濃い色を塗っていきます。ではこちらを硬化していきます。ではゴールドのラメで線を描いていきます。こちら薄く塗った柄の中心から線を描いていきます。こちらも濃い色の中心に向かって線を描きます。対角線上に線を描いていきます。こちらも濃い色の中心に向かって線を描いていきます。フレン
1の縁のラインにも線を描いていきます。こちらで完成になります。秋から冬にかけてとっても可愛いデザインです。皆さんもぜひぜひ作ってみてください。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。